うわー、これはやべえっすね。はい、どうも。入部するときに出てくる名字、聞いたことない名字ばっか、ミストです。はい、本日もですね、花丸トースサクセスやっていきたいと思います。今回勝訴デッキがこちら、キングアーサー、モルモト、沢村、オクタビア、サンタサナー知らせということでですね、スタミナ5枚、変化5枚、メンタル1枚の編成となっております。まあこちらのデッキ編成のキーマンはこの沢村ですね。もう一番花丸の今のねガチデッキの中では爆発力があると言っても過言ではございません。このねタック力の凄まじさを生かして経験点爆発させていきたいと思っております。で、千丸で初期値がかなりいい感じですね。やっていきたいと思います。まあ、沢村入りだとね、本当にね、勝手にスタミナ上限突破するんで、まあ、そんなにスタミナね、高くなくてもいいんですが、どうしよう、これ。スタミナでいいか。沢村評価低いからね。で、メンタル練習に行きたいところ、監督追うのもありなんですが、どうでしょうか。まあ、知らせいるからいいか。ちょっと監督評価怖い感じですね、序盤のスタートとしては。さあどうなるか。37078、先頭に3来るか。37、まあ球速いっとこうかな。うん、監督評価も踏んでおくと。さあ低めのコツもらって、まあ初期配置と手札はそんなに良くないかなっていう感じですね。さあこの7もどうするか。78が来てるのか。まあそしたら守備でストレートトリコロール作っておくのも悪くはないかな。この感じだとそうだね、一発休もうかな。さあ7が結構たくさん来るんですが、メンタルも悪くはないんだよな。ヒーローもいるからいっちゃおっかな。さあスカウト評価上がって、で、お、3のカード引いた、いいですね。この7は急速に置きたかったけど、そんな強くないな、そんな強くないな。変化とスタミナに全然置けてないですね。まあトリコロール作ろうか。さあ1枚5割をここで引いていく。でこの8は守備でいきたいところ。まあ急速でもいいな。うん、これやったら急速でいいかな。せっかく1枚5割になってくれたんで、それを生かしていくと。まあ守備かメンタル練習、まあ急速コントロールもそうなんですけども、強い役がね、まあ、確定してる状態、3カードとか、まあ、それとは確定してる状態で放置しておけばね、いつでもいけるみたいな、ね、形を取ることができますので、まあ、それが狙いでもありますと。1か、1もこれ。とりあえず変化に4使ってみて考えようかな。よっ、紫の6。まあ、これもじゃあトリコロール確定にできるので、コントロールで3カード。うん、テンパっておこうか。で、これはいいやつ欲しいな。オッケー。イベントは相変わらず福井部しか来てないけど、まあ、順調っちゃ順調か。まあ、ここもストレートフラッシュ待機でいいか。さあ、イベントは順調。いいよ、これはいい流れ。金徳イベントはひたすら進んでほしい。8プレか。そんなに強くはないな。ストレートフラッシュできるけどさ、できるけど、あースクラップ足りないか。じゃあ変化に行ってしまおうかな。さあ2枚5割打たれか。タコペット、さすがに休むしかないかな。コントロール強、
コントロール強っ。打たれ取って低め重い球リリースタチューン、痩せますよ。まあそりゃそうなるよねっていう練習ですね。ちょっと青6が欲しい季節になってまいりましたね。まあちょっと控えめかな。お、イベントは来てる。さあ緑ばっからね、本当にスタミナダブル。さあ沢村入りの真骨頂ができそうになりつつある。まあまあまあここは行きましょうか。ストレートが見えてますね。ただ緑投げだとまた筋力が溢れてしまうので色替えが欲しい。おーっと、それは神、それは神、しかも強い。オッケー、この赤6は神すぎる。よし、9もいきます。ちょっと8が使いづらくなっちゃうんですけど、まあこれはもう行くしかないね。よし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 、格上げよう。かな。よし、ストレートトリコロール、1枚5割いいね。緩急いいね。サムラ早いな。サムラが遅いとね、海岸も狙えるんですけどね。おお、そうか、これ1枚5割だったおかげでまたストレートが確定したか。これ変化ポイントがないからでさばけねえんだよな。まあこれは確定で、もうちょっと頑張らなきゃダメか。尻上がり、まあ速球対抗心、これでいくしかないかな。ここにまたね、青の6とか来たら神だったんだけど、それはさすがに待たなくていいかな。複合役にはならないんだよね。まあいいや。よっ。3枚5割はやめてくれ。頼む。OK。オクタビアリーチ。まあ沢村もリーチでイベント来てるからな。これは進めていいでしょう。体力きつすぎ。告白来てないのか、珍しく。メンタルもまあ悪くはないけど、また3カードが厳しい場面ですね、いつもながらに。まあ行っちゃおうかな。そこは3枚5割でもよかったんだけどね。さあ2を引いていく。まあそんなに強くないんだよな。ここメンタル置きつつ監督評価でもいいな。3カードは一応見えてますと。そうしようかな。 OK、 一回入って、3かダブルタック。まあダブルタック来てる方に4使ってみましょうか。ここでまあペアとか紫赤とか来たら熱いよ。おお、青9、青9か、青9ペアだけど、フラッシュが全然できないんで、これ青でいきたいな。めっちゃなんか次青6引きそうな気がするんだよな。あ、守備も強いのか。ちょっと完全に筋力精神に寄っちゃってるんで、その問題をどうにかしたい。
青六の引きが悪いんだよな。うん、狂気で終わった告白。青九か。なるほど。まあ、この1はねコントロールいかなきゃダメなんですよね。今起きてる青球、これ頑張って、うん、変化で3カードフラッシュタックにしたいね。うん、おお、1枚壊れ、いいね。壊れるのはめちゃくちゃいい感じなんだよな。青5を引いていく。2か、2はちょっと使いづらいな。3のカードを空打ちできない状態なんですよね。なのでこれはどっかに置くしかない。変化ゼロなの受けるな。うん、こう作れない。知らせが敏将で健康過ごしの大凶。4プレを引く。それは強いんだが、それは強いんだが、これ変化格強そうだな。強くなかった。うん、いやー、筋力にマジで酔っちゃってる。この3本当にさばきたいな。いくか。まあ青級のタックで絶対に技術がカンスト級に入るんで、うん、まあ今のうちに筋力ポイント入れておきますと。で強かったらいくぜ。変化3用ダブルかー、ダブルですか。スタミナに8を置くのが結構強そうなんだよな。いやダブルタック迷うとこですね。メンタルでも全然あり。早めにこの筋力精神問題を解決したいところではあるんですが、うん、お、これはまあ下でいいか。全然イベント成功しないんだけど。さあ変化、お、9も狙い通り2枚来たよ。頼む、攻めてダブル。くー、まあいっか、技術カンストは入るしな。これ以上使う意味がそんなにないので、まあ4プレ使って激アツになった練習にまた9のカード差し込んでいこうかなと思います。これで結構バランスは良くなりそうですね。はい、コントロールガー上げちゃいましょう。2枚氷ね。さあオクタビアどうなんですか。 OK、 これ成功か失敗か演出じゃ分かりづらいんだよね。おお、そっちに来るか。まあ緑のカードが配置されば強いからこれは行くしかねえ。しかも青6も来てる。頼む、どうなる。あー、ほぼ緑、ほぼ緑で。なるほどね。まあ、ハイナンバートリコロールが確定したので、そりゃ強いよね、と。9のカードか。上から使っていくか。これ、使う順番も意外と大事ですからね。よし。もう、コントロールでいいな。靴も取って、これでどう。
まだダメだな。角。これでいいかな。よし。で、減点等級ゲットで体力も回復と。お、1枚壊れいいね。本当にカードの壊れ方が今回はいいぞ。さあ、1万点まで挽回してきました。ゼロめっちゃくる。青6もかぶるんかい。急速強し。メンタルもいいなこれ。ストレートトリコロールか。9も来てんだよな。どうしよっかな。マジで変化タック踏まないとさ、変化ポイントが入ってこないんだよ。弾落ちないっす。君のせいで失ったやる気を取り戻したい。コントロールはさすがに1のカードを待ちたい。なるほどね。青6が絶妙なとこにあるんだよな。はい、さあプレミアムパワー何が来る。急紫、また珍しいの引くね。スタミナ変化、メンタルに6置いとく。赤0来てるから一応変化がトリコロールを狙えるんだよね。ということで青6はどっかでさばかなきゃいけないって考えたらもったいないけどね。まあ技術の爆弾置いとこうか。そしたらあれ玉かな、欲しいとこで言うと。来ない。伸びで。やる気つれーマジで。くー、ダブルタックなのにさ、やる気殺されてんだよな。まあスクラップも欲しいからここ一発遊びましょう。やる気上がるイベント来てほしいんだ。うわー、そっち来たけど、まあそっちでもいいわ。もうストレート終わってるからね。なんでこんな5回も達成できてんだ。よし。急プレ。急プレ、これ変化でいきたいね。なので、使わなくていいかな。使ったらハイパー強くなるけど。ハイパー強くなるけど、まあ、変化タックに取っておこうかな。紫の9はなかなか来ないからね。ペアトリコロールに、ここはしていきたい。ちょっとマジで解放しようかな。変化タックマジここまで変化量ゼロなの受けるんだけど。まあそしたらこの辺を取っていくしかないですね。500でしょ。タイピン20までいっちゃおうか。筋力溢れるか。全開取ります。取りたくないけど、なので急プレイ使っちゃったらちょっとバランス崩壊してましたね。さあサムラ頼む、来い。オッケー、階段してもよかったな。でゼロか、ゼロ。ここはマジでね、モルモトとかいるときに行きたい練習ではある。まあ置いておこうか。緑は簡単に来るしね。8使っちゃおっかな。
ちょっと邪魔なんだよね。変化に使おう。レベル1ってやばい。セクサンで変化レベル1は笑えないぞ。さあこの1球に全てをかける。あー引けないか。ただ2のカード引いた。どうだ。もうちょい、もう一声。ここはちょっと粘りどころだな。にも使うわ。でかい卓呼ぶわ。来い。ああ弱いな。そっちが強くなるパターンね。いやーここはデートかな。9のカードも引いてきたいしね。耐えるぞここは。お願い。1回。まあまあまあ。シングル、なんでそっちが強くなっちゃうかな。もうちょっとこれはやばいんだって。技術がやばいんだって。うわ。ただちょうどヒーロー2人いるんだよね。いや我慢してこれ。典型的なバランス崩壊になってしまう。このままだと物足りんよなこれ。いや1が来たから3カードリーチは確定。8プレか。弱いな。それさっき来ようよ。そのタックさっき来ようよ。守備も強いな。86-0使いたいなこの手札。もうもはや空打ちは全然あり。おお青6ナイス。その青6はでかい。変化強かったら言ってもいいぞ。シングル、まあこっち行ってから青6使う感じでいこうかな。8プレイ絡ませればペアトリコロールでめちゃくちゃ強い練習作れますね。 OK 角上げて、やる気も上げてえな。4のカード、ダブルか。ダブルアーサーオクタビア。行くか。まあ行くか。まあまあまあこれで一気に今まで欲しかった経験点が入りますね。有敵筋力は若干溢れそう。何か軽めなのにしようかな。これでいいかな。よし、これは9が欲しかった正直。おお1枚5割いいね。イベントはどうなんだ果たして。41169。おお偶然3カード。8めっちゃ使った感あるからな。そりゃ来ないよな。4スタミナに使って
といて緑球、うん、スリーカロテンパイが3箇所もあんのか。なるほどね、1はそうか、引けたのね。伸び取っちゃって、こんなもんでデート行こうか。あと1でプレミアムパワー貯まるから、もったいないっちゃもったいないんだけどね。この練習攻めるのも、いやーさすがになしだな。3のカード引くのがベストだったね。ちょっとそんなにハマってはないって感じか。モロモトがリーチ、急プレ、さっき欲しかったマジで。あー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 、すごいわ。やっぱ沢村りのスタミナタックが凄まじいんだよね。さすがに一発海岸行かせていただきます。怪物球威だけちょっと懸念点だけど、面白いようにフラグ回収するな。ああ、まあ悪くないんじゃない。これでもまあギリか。ミスゼロ取って、もうこれでスタミナカンストですね。キーは使う意味がないね。色替えで変化で、変化タックに9使いたいかな。紫か赤の6来たら神。おアーサー完走。来ないか。うわやっちゃった、やっちゃったただのペアなのに、ただのペアなのにこれですよ。やばいな。あーそれだとちょっとスリーカードが怪しくなっちゃうな。1のカード引かないとやばいっすね。これ9使う意味あるちょっと精神ポイントが伸びるか。プレミアムじゃなくてもこれ使っちゃおうか。これどうなる。うわこれはやっべーっすね。全ての問題を解決したこのタックで、仕切り直し。シンプルにこれでいいか。うん、いや、よしこれでいきたいと思います。あーえぐいよっ。6はメンタルに置いてって感じですね。1枚ゴールすごいな。うわーしらせ1回目。おお。これはメンタルいくしかないんだよな。1引けたら最高なんだけど。キュープレか。4をここに使ってみる。緑の3。おお、ストレートフラッシュですね。シャッフル持とうかな。こうなったらもう1のカード引いてくることしか、未来がないね。お、ちょっとヒーローが増えたかな。変化強いんですが、これはちょっとごめんなさい。やっとバランスが整ってきた。あと1回。しらせ、来ない。なんでそんな9いっぱい来る。じゃあもう壊れたところに9連打でいいかな。
休息に一応あるのか、休が。ただ筋力暴発不可避だよな。3ターン連続守備もう悪くないか。筋力そんなドカン耐えるよりかマシか。うわそれはやばい。なんで全部壊れんねん。マジで言ってんの。じゃあもう2ターンかけて球速9いくしかないか。行動が縛られたなこれ。ここスタミナ、次球速、次球速、最後変化で、まあ紫絡みのタックって感じかな。わあすげえな。マジで筋力もいいって。マジですげえな。開眼しましょう。さばけません、私には。多分臨床ちょっとくらい使ってもいい。やめとくか。変化も足りてないけどね。ゲートにしとこうか。はい。軽いから悪くないんだよな。もうちょっと攻めてみようか。最初らしい。オッケー。それは確定します。スクラップ余ってんのか。9のカード使いたさもある。使えばそうなんだよね。変化と精神ポイントも入るんだよね。ただ使っちゃうと旧紫はって感じだけど、もういいや、恐ろしい。筋力カンストやん。下手に経験点バランス崩壊するくらいなら振らない方がいいんだよな。まあ、これでいきましょう。500点余り、あふれ。おお、しらす来た、ナイス。俺まだ何回だっけ。1回だといいですね。奪三振取ってこれでいくしかないな。さてさて、諸本と白瀬は走るんでしょうかね。したらもうここに置いていくしかないんだよな。残念ながら金徳取るためにはね。いやーもうしゃあないな。溢れてるの、溢れるのはしょうがない。お、諸本どうだ。おし、完走、ナイス。緑球では球来てくれたから変化タックが強いタイミングでいっちゃっていいっすね。2のカード使って9のカードを使う余裕はあると。9、あ、ただ4のカード使う余裕がなくなっちゃうか。ここはじゃあおとなしくスタミナ行こう。じゃあ休息行こうか。いやこれで白瀬かぶったら笑えないな。いや笑うけど、しゃあない。くんねよ白瀬。おぶねー。でラスト変化タック。あ、2のカードだってよかった。マジで無じゃん、マジで。くそ、ここで俺は経験点を稼ぐしかないんや。9使って
て2を使う。頼む来い。まあ、OKOKOK。これで変化ポイントはだいぶ稼げたかな。美味しいね。この辺で技術取っちゃうからな。行きましょう。デートって何回やったっけ。おお、知らせ、ナイスタイミング。全貫したか。 OK、 3回か。まあアルティメット強い変化タックだけ踏んでいく感じでいいかな。最悪変化777で行くしかない。77で行くしかないかな。この後の練習の変化タック次第だね。本当にイベントは完走してくれたからラズベリーは勝てるでしょう。さあ一発でいい。さっきのやべえタックみたいなの来てくれ。ダメだね。不合格。いやー、やる気落とさないで。どうだ、シングルダメ。まあ、本当はここで行くのが体力的にはちょうどいいんだけどね。ここってやる気上がるっけ。お、上がった、ナイス。で、王術はさすがにピンチャンスね。さあ変化タック頼む。アルティメット変化タック来い。まあそうなったらもうコツ狙いしかないよな。アーサーのコツ狙うか。まあメンタルでもいいな。メンタルっすね。甲子園3ターン練習しましょう。くそー、さっきまで来てた練習の方が強かったっすね。さあ頼むよ。なんか来い。いや、そっち、67、20、階段したんだよね。まあ、コツある方にちょっと行きたいと思います。怪我しにくさとかいらないけど、投手とかいらないけど、俺は沢村を信じるわ。沢村、お前ならいける。どうしよっかな。サクッとやめとくか。一応 PF 先発はあるかもしれない。さあ頼むよ。変化激アツタックで査定が変わる。おお、これは期待したい。スタミナにオートしかいない。これは確定演出で来る。なんでだよ、なんでなんだよ。怪我しにくいクイックも一応持ってんだよな。クイック潰して強キレ一応取れるか。22でしょ。もう開眼しちゃったから22、19、41、大丈夫だね。少しでもいいコツを。順の順の声今日きれだー。やったなこいつ。くっそ、どっちが欲しいって言われたら今日きれのが欲しい、きれコツのが欲しいか。さあラストターン頼むぜ、頼むぜ。パッとしないけど、粉よりかはマシか。
これでどうなるかなんだよな。多分変化772はいけそうか、角に全振りするか、角集客にっていう感じっすね。はい、海岸もう一回してえな。筋力ポイントはちょっとどうしようもないので、そうだね、これで頑張ろう。はい、というわけで終わりましたね。まあそこまでドハマったわけじゃないんですが、金徳がしっかりと走ってくれたので、それなりの結果は出るんじゃないかなと思っております。さあエピローグでも筋力ポイントがもう1000ポイント以上溢れてるよね。このサクセス、その後経験ってどれくらいかな。セクヨンはそこそこ頑張った気がするけど、まあまあ2万7000点という好トレですね。ギリギリ PS 先発あるかなというところで振っていきたいと思います。はい、というわけで査定振り終わりました。こんな感じですね。変化77で、海岸で鉄腕とミスターゼロを引いたという感じですね。金徳、虹徳は全部走ってくれました。青徳も今回多めに取れたかなという印象です。で、毛が丸あって拡張が32と9ということで41振ってあります。果たして PF 先発には届いているんでしょうか、はたまたそれ以上あるのか見ていきましょう。 GO! 変化ポイントと筋力ポイントはかなり捨てましたね。サロダ、おー、 PF 乗りましたということでね、まあ、これでもいっちゃうんですよね。かなりグダグダでしたけど、はい、うん、まあ、ちょっと今回極端に筋力ポイントが溢れすぎましたけども、まあ、このタックの力で届かせたといった感じですかね。はい、まあ途中ね、変化のもうカードなしでの簡素タックっていうのもあったんでね、だいぶ救われたかなというふうに思っております。で、これでもうほとんど私の投手陣は PF 先発以上になりましたね。半分以上はなったと思います。こいつ変えれば、これか、はい、ちょっと更新ですね。はい、もう、はい、ほとんど中継ぎが PF2、PF3 で先発が PF1、PF といった感じで、もうちょっと更新、こっから先は修羅の道ですね。はい、PF1 先発以上が求められるといった中でね、折り返しくらいまでいけるかな、この2人更新できればね。で、こっから先はマジで PF2 ってかエース更新でしかね、伸びしろがないので、はい、まあアスレティス強化までにね、投手整備はね、できたらいいかなというふうに思っております。といった感じで今回の動画終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。では失礼します。 See you!